吉田さん、先日ね、2チャンネルで有名なひろゆきさんが、与沢翼さんのことをちょっとお話しされていて、それに対して、珍しくね、与沢さんが、反応された動画をすぐ出されていたんですけども、これ私ね、結構リアルタイムで見てたんで、あ、これ与沢さん、よく話してくれたなと思ったんですよ。で、ここでね、私も学びがあったものが、数々あるんですけども、正々堂々と後ろめたいことをやっていなければ、こういう時にね、まっすぐ反論ができるっていうのはいいなと思ってたんですよ。で、私もね、そうなんですけども、少なくとも私は、真偽に戻ることはしてないというふうな気持ちでやってるんですよね。それは家族に対してもそうだし、周りの人に対してもそうだし、正々堂々と今の暮らしを勝ち取っていると思ってるわけなんですよ。そして、過度なセールスをしない。もうこれも私の気持ちなんですけども、売り込みすぎてもいけないかなと思うんですよ。やっぱりこう、商品をたくさん出すっていうことは、なんていうの、言い方はいろいろあるんですけども、その商品の精度が悪いと私は思ってるんですよね。1個売って満足させられればもうそれで OK なわけですよ。で、1個売ってそれが外れるからまた出す、それが外れるからまた出すみたいなことになってしまうんで、ある程度ね、1個で済むってことはないんでしょうけども、必要最小限で、あとは一人一人の方にね、どう寄り添っていくか向き合っていくかってことがテーマになっているんですけども、そういった自分の決めたテーマがきちんと守られているからこそ、私も正々堂々とやっていけるかなと。で、久保哲郎は詐欺師とか速稼塾詐欺みたいな動画が作れるのも結局は後ろめたいところがないからなんですよね。人をだまくらかしてとか、なるべく高い料金を請求してとか、お金を払わないとコンテンツ出さないよみたいなことをもったいぶったりとか、いきなり人にダイレクトメッセージを送ってね、なんか買いませんかみたいなことは私のやり方ではないんで、それをやらずに、あくまでもお問い合わせがあったら、その時に初めてお話しする、そしてお問い合わせをいただけるように、興味を持っていただけるようなテーマをフリーコンテンツどんどん出していくという形ではあるんですよね。で、与沢さんも本当にね、努力家であって、以前そのフリージェネリゼントみたいなところでやってる時は、与沢さんもちょっとね告白されていたんですけども、自分が消費されていたカモにされていたっていう側面もあるんではないかなってことを、そんな似たようなことを言ってたんですけどね、結局与沢翼の名前でこれをやれば当たるからっていうので、プロジェクト組まれて、ローンチを組まれて、与沢さんはここだけ出てくださいみたいな形でやられていたんだろうなとは思うんですよ。それがいいのか悪いのかってことは、いろいろと意見が分かるんですけども、当時やっていたことの事実ではあると思うんですよね。そして私たちはそれに熱狂して、私は与沢さんを選んだところはどこかというと、そのローンチばっかりかけている時ではなくて、そのフリージェントスタイルを解散してね、で、東南アジアにシンガポールに引っ越した時なんですよ。その一人で山ごもりをして、本当に自分の内側に対して挑戦した姿を見た時に、これはすごいなと。よし、こういうふうに生きていこうと思って、私も町を離れて今みたいな田舎に移って隠居暮らしをしたんで、そっから私のビジネスの第二ステージが始まったんですよね。それはこもるってことなんですよ。人との関係を切って自分でやっていく、そして自分に正々堂々とまずは正直になることなのかなと思いましたね。で、最近広島では河合安里さんとかね、河合克行さんの、汚職の問題、現金をもう本当に100名以上の方に渡していて、その市区町村の代議士じゃない、町長さんとかね、村長さんとかね、それから、県議会議員とか、こういうのにね、私の知っている本当にね、信頼していた、かっこいいなと思っていた議員、県議会議員とか市議会議員にもお金を渡して、それをね受け取っているところを見て、本当にねもう情けなくなりましたね。怒りのあまり私はねもう叱ったぐらいですよね。お前は俺たちを裏切った、騙していたと、そんなはした金でね、どうしてそんな 2,30 万が欲しかったんだ、俺が100万でも200万でもやったのに、くだらんとかね、いろいろとその裏話はあるんですけども、ここでは置いといて、やっぱりね、なんかこう正々堂々とやっていると、いつでもきっちりと、それは違うんだって話せますけども、やっぱり後ろめたいと話せないですよね、まっすぐ正直に。で、ごまかそうとすると、ごまかしの嘘がまたさらなる問題を生むということで、結局八方詰まりになるわけですよ。ですので私はこれからもね、正々堂々とやっていきたいですし、手に負えないこととか責任を持てないことには手を出さないですしね。で、あとは自分の力量の及ぶ範囲でやっていくってことでしょうかね。もうちょっとね、若い頃は本当にベッドしまくりだったわけですよ。行けるとこまで行ってたんですよ。それはある意味失うものがないから、攻撃をいくらしても
ダメージは同じだと思ってたんですよね。でも今はそうではないです。失うものが結構ありますので、これも与沢さんの言い方ではないですけども、人生後半に入ったら守りをねきちんと固めていかなくてならないと。自分の気づいたものをいつまでもね怠慢を張るんじゃなくて、いつまでも噛みつくんじゃなくて守っていく、守るためには反論もするっていうね、こういうことも必要なんだろうなと思いました。非常にね学びの多い今回のエピソードだったかなと思ってますね。今回億万長者合宿でこういうお話ができるのも与沢さんのおかげかもしれないなと思いました。まあひろゆきさんもね生半可な知識で話すこと結構あるのは私もずっと知ってたんで、それでもねやっぱ面白いし煙に巻かれるんですよね。だから弁舌っていうのは自分の知らないことをいかに知ってるように、見せていくかってこともあると思いますし、ただまあ頭のいい人にね噛みつくとやっぱりこういう風になっちゃうのかなと思いますよね。ひろゆきさんあくまでも自分よりもねちょっとこうあの人の言葉を借りれば自分よりもバカな人に対してコミュニケーションを取っていくと負けがないというねことなのかなと思いますけどね。ちょっと私の言い方も適当じゃなかったかもしれませんけども、まあ、間違いだらけのね私の受け止め方もちょっと違うかもしれませんけども、なんとなく私は自分に置き換えて正々堂々とやっていこうというふうに、また新たな気持ちになったかなというところでございます。はい、つまらないざれ言でございました。ではまた。